すぐの日。奇妙な食料閉店。どうも、毎日朝起きてバカみたいに仕事とか学校とか行ってる皆さん、今日も偉い、今日も偉い、明日も偉い、みんな最高。どうも、花なめ土佐キントです。今日はね、すぐの日の最新作があったんでやっていこうかなと思った次第でした。今日はね、すぐの日やっていきます。つぐの日といえばね、みんなって言っちゃった。みんなのことはみんなって言っちゃった。昔の戦国時代だよね。そんなことはどうだっていい。みんなもね、ご存知の通りね、つぐの日、俺つぐの日1回、2回、3回ぐらいやったことあるんだけど、なんかあれだよね、横に進むだけのゲームだよね、これって。横に進むだけって言ったらなんか語弊を生むな。お前つぐの日のことディスったなっつって、つぐの日ファンから叩かれるかもしれない。なんか変えよう。横に進むだけで様々なことが起きる素晴らしいゲームでしたよね、つぐの日って。じゃあやっていくか。俺さ、一人でホラーゲームなんて久々にやるんだけど、うわ怖っ。あのね、もう俺ビビんないよ、さすがに。だって22歳だよ。怖っ、無理なんですけど。閉店後のスーパーでは異名に飲み込まれぬよう速やかに退店してください。あ、始まるぞ。なんだ、あれ、次の日って横に進むだけじゃないの。履歴、あれ待って、これなんて読むのこれ。白礼。オッケー。ちょっとそうだな、なんかどうしようか。なんて言うんだっけこれ、履歴書。キリタチユミちゃん、すごい可愛らしい感じの、まあ見えないけど、生年月日、年4月17日17歳、卒業、入学。中学時代は剣道部一本でしたが、高校へ入り、極めたいと思い、初めてのアルバイトはネクストデイマートで働きたいと思いました。なぜなら体作りで毎日のように通ったごめん、過去の自分に今何か言えるとしたら、国語だけはちゃんと言っときなさい。全然漢字わかんねえもん。ご恩だ、ご恩があるからです。一日も早く仕事を覚え、戦力となれるように頑張ります。お、すごい。雇いたい。俺が、ここの店長だったら。自覚している性格、得意分野など、私は明るくハキハキした性格です。幼少の頃から剣道を習っており、中学の部活動では主将を務めました。両親や友達からは面倒見がいい性格だと言われます。体力と忍耐力には自信があり、アルバイトも全力で取り組みたいです。素晴らしい。勤務日、時間などの希望、平日は放課後の5時から9時で出勤できます。すごい、素晴らしい、合格。ユミさん合格です。明日から勤務してください。なるほど。びっくりした、まだいる。めちゃくちゃ読んでよし、いけるって思ったらまだいたわ。めぐるあすなちゃん、合格。早っ、気が早い。もうなんかパパって読むね。私はアイドルを目指して一人暮らしをするためにお金を貯めたいと思い、アルバイトをしたいと思いました。アイドルを目指している理由は、私と同じ名字の目黒という場所は芸能人が多く住んでいて運命を感じたからです。ネクストデイマート様は近所にあるので通いやすいと思いました。うわ、すっごいバカみたいな理由で。自覚している性格、私は可愛いものが大好きで、チャームポイントはお下げ髪です。まあ確かに。早くお客さんに顔と名前を覚えてもらえるように頑張りたいです。趣味は六法全書を読んで、何、急に宗教みたいなの絡んできた。何この本、怖っ。平日20時9時は、8時から9時で出勤が可能です。1時間しか働きねえじゃん。まあ、そういう人もいるか。なるほどね。はい、お、採用。背景、時くだます
漢字がわかんねえ。この度は当スーパーネクストデイマートのアルバイト募集にご応募いただきありがとうございました。慎重に選考を行った結果、キレンの採用が決定いたしましたのでご通知申し上げます。ありがとうございます。オッケー、始める。うっさ、いやでも採用してよかったね、目黒ちゃん。結構失格対象だったけどね。おーおー、怖いな、もう怖い、この顔怖っ、お菓子怖っ、お菓子に顔ついてる、怖っ怖っ、美味しいビスケット怖っ、新発売美味しいビスケット怖っ、誰が買うんこれ、子供泣く、子供トラウマで泣く。お、進んだ。美味しいビスケット怖いな、マジで。なになに、あ、こんにちは。うわ、なんか渋くね、ここのお菓子コーナー。え、お菓子コーナーこれ、なんか小豆とかあんだけど、渋くね、このお菓子コーナー。お菓子コーナーの隣にここ、困るって、子供が勘違いしてみりんとか入れちゃうね。うわ、でもいいスーパー、品揃えがたくさんあって、焼き芋もある。さらに怖っ、つぐのひくんタイムサービス怖っ。何、こんにちは、ねえ、いらっしゃいませ。うわ、すごいお綺麗な方で、ねえ、いらっしゃいませ。うわ、パンとかある、いいね。何何、まあ、まだまだ怖くないんだろうな、多分。何、怖いよ、もうここのなんかやめて、後ろに下がれないんだからやめて、ここで止めるの。ああ、普通の人、普通のおじさんだし、目もある、珍しいね、このゲームで目がある人は。あ、こんにちは、いらっしゃいませ。わあ、いいスーパーでございます。なんかくしゃみ出そう、待って、くしゃみ出そう、出なかった、あるある、くしゃみ出そうつったら出ない現象あるよね。どうでもよ、こんにちは、あー自分出た、キリタキ先輩。なんだ、あ、こいつ目黒ちゃんか。目黒、お疲れ様。今日はお店の人数足りてるから、私たち上がってほしいって店長が言ってましたよ。ほんと、それじゃ帰ろう。はーい。ごめん、目黒ちゃん、ごめん、バカみたいな喋り方になっちゃった。ごめんね、もうこの声で始めちゃったからには。何、すごいスキンシップ、目黒ちゃん、こういう感じね。ちょっと、メグ、怒られるよ。すごい、運命感じてる。なんだ、恋愛ゲーム、チンパンセスゲームですよ。うわ、スーパー特有のゴミ音質ラジオ。お客さんに見られたらどうするの？いや、もう見られてる、この時点で。すっごい近くにお客さんいる。なんか、私は構いませんの。いいんかこれ、これいいんか、ホラーゲームだよな一応。俺なんか心構えしてきたよ。何？あ、店長お疲れ様です。見つかった、終わった。そういう関係だと思われる、店長に。マジか、なんもないですよ、目黒ちゃんとは。すいません、お疲れ様です。何？キレタチさん、まだ万引きを得てるので、不審なお客さんがいたら教えてくださいね。何も触れないんだ、こんな腕組んで、こんな珍しい感じなのに。はい、わかりました。目黒さん、勤務中はちゃんとしてください。触れた、ちゃんといい店長だったね。うわ、そういう関係なのかい君たち、みたいな。セクハラジジじゃなくてよかったね。はーい。それじゃあ今日は帰っていいからね。ありがとうございます店長、いい店長だ。最近し先輩、目黒ちゃん、目黒ちゃん言われたそばからそれはあかんわ。うわー、こいつあかんわ。なんで採用したのこいつ。いや、そこまで言ったらダメか、すいません。行こうか、じゃあ目黒ちゃんね、めぐるちゃんは消火器持って帰ってね。はい、おかえり。ん、
ただい、ん？ただいまでもないな。お帰りでもないし。別に。何を言ってんだ、俺は。二日目？と、次の日や、特有の。なんだ？なんかち、何これ。新しくない？次の日ってこんなんじゃないよね。二日目みたいな感じだよね。怖い怖い。見て見て。キリタチさんも見習ってください。だから、な、読めなかった。ごめん。メグ、今日もお疲れ様。店長、万引きが増えてるって言ってたけど、本当かな？待って、俺分かっちゃった。メグちゃん、お前、万引きしてるだろ。真相に、真相に触れてしまった男。もうこの時点で真相に触れてしまった男。早すぎる。俺早すぎる。気づくのが。ねえ、先輩。何？私、めっちゃったんです。え、何よ。怖い。何？紫色。このまま、ヘッドコロチェンマイズとつまれてっかしてたな。助けに見たんです。きっしょ。ここにかな、相手が出てきてお店の商品を持ってったの。万引きが増えてんの、きっとあの手が原因なんですよ。怖い！やめて、その交換を。や、やだな、メグは。そんなこと言って。冗談なんでしょ。全然持ってんよね。集中できない。集中できない。お前がしゃべるせいで。俺ビビってこのゲーム始めたのに、全然ビビってねえや、今。メグちゃんがいるから。ありがとな、目黒。目黒ちゃん。こんな話。何？怖いな、もう。あ、怖い、何？ね、ずんと、一緒に帰ろう。メグ、本当なの？怖いな。怖いこと言って終わったね、メグちゃん。これ二日目じゃない？次の日！出た。次の日特有の。次の日。これ最後、次の日でしょ？ある、次の日あるある。これ美味しいビスケットが怖えんだよな。すごい、ホタルの光だっけ？なんだっけこれ。流れてる、閉店の BGM。はぁ、あ、遅くなっちゃった。もう閉店か、閉店か。帰ろう。噛んじゃった。帰りますか。うわ、なんか、何怖い、後ろになんか変なポケモンみたいなのいた。変なのいた、今。美味しいビスケット怖いし。美味しいビスケット売れてね。美味しいビスケットが売れてる。マジか。誰が、どこのバカが、なんで買った？どこぞのバカが買っていきました。この、クソ怖い美味しいビスケット。怖い。いる！タンスとタンスの隙間におる！怖い！ちゃんと怖い！二日目でこの怖さ。二日目でこの怖、うわぁ！二日目でこの怖さはあかんぞ！怖いなぁ！何の音？うわぁ！もう最低かもしれない！みんな。俺が終わった。次の日でこんな怖いのかよ！やだ。後ろにむ、なに？全部売れてる！あ俺ゲーム実況向いてるよ。だって素でこのリアクションできんだもん。俺ゲーム実況やりなよ。やってんだよ。やって、怖ぁ！もう！もう、進みたくない。何？あ、はぁ、あ、ビビってる。キリタチさんビビってるって。怖っ。何？あのさ、なんでこんな心霊現象起きる？二日目にして。店長も気づけよな。こんなポルターガイスト起きになったら。
何？鏡が一番怖いんだから。クノトトトンボーイ来てくれた、メグちゃん。メグちゃんがいなきゃ俺やってらんねえわ。メグ、お疲れ様。このくせ怖いし、早くなさそうだったって。BGM が怖い。え、うん。早く帰ろう。BGM が怖い！店長来て早く！店長が守って私たちのこ、怖ー！待って！なんか書いてる！チン、チンコ？何の音？なんて書いてんのこれ？後ろに戻れねえんだよな。なんて書いてんだろう、怖っ。うわ、冷凍食品が売れ残ってる。私、暗闇が怖いんです。じゃあなんで8時と9時に出勤希望出したの？怖いの、なんかおるわ。もうちょっとだからね、メグ。なんかさ、万引きしてったね、今後ろの手が。ほらほら、なんか万引きしてる。ちゃんと万引きしてるじゃん。万引きは犯罪ですって書いてんのに読めないのかな。店長は？店長？て、て、あれ、なんかいつもよりめっちゃ奥に進めてないかこれ。あ、怖いな、おい怖いな。昨日はここまで来れなかったぞ。昨日はここまで来れなかったって。怖い、ここまで出す、先輩。ありがとう、メグちゃんのおかげで怖くないわ、あんまり。なんでこんな古びてんの？ネクストデイマート。早く休憩室に行こう。行こう。あ、やだ！ビリビリってなった。中やだ。もう青い鏡があるよ！青い鏡が、青い鏡が嫌です、先輩。どうしよう、見ないふり。見ないふりして。鏡がなくなりました。うわあ！ネズミが死んじゃった！気が狂ってんのか俺は。気が狂ってる。酔った勢いでゲーム実況してる人みたいになってる。お酒飲めませんからね俺、まずくて味が。うわあ！ネズミ大量死。なんでこんな死んだ？何？なんか俺の身支度写真で、俺のさ写真使われてない？これ霧立ちさんの。なんで俺の写真使ってんのこれ。え、あ、そういえば何、あ、この写真のモデルメグに変えてもらうように店長に言っておいたからね。なんで？そうなんですか。だってモデルになりたいって言ってたでしょ。それなら私よりメグの方が適任じゃない。いい子、霧立さん。何？何？やめて、急に歩き出さないで。やったっていいよー、やったってできるよー、てんぱーい。わたってどうしたの？メグ、どうしたの？なんかメグ怪しいよな。え、停電？メグが怪しい！メグがワープしました！メグが、メグが怪しいぞ。え、うん。なんか、こういうやつって怪しいんだよな。最初からもう鏡が怖いから、なんでこんな鏡がいっぱいあるの？鏡見る！見なかったことにしよう。うわ、あれなんかこんな長かったっけ？なんか塩がある！普通のスーパーにはない！こんなの！嘘じゃん！なんで塩が、よくここに応募したね！お前ら、ダメ！あ！なんかいる！この人を探しています。行方不明も出てるし、店長、怖い！店長も怖いな！店長、戸締まりチェックが終わりました。怖っ。キリタチさん、残業してもらって悪かったで。いえ、大丈夫です。
怖い。え、ねえ。ねえねえ、待って待って。ねえ。え？ちょっと待って。やばい。鳥肌がゾワー、ゾワワワワーってきた今。見て、後ろの、店長の後ろのホワイトボード。見て。目黒さんを見かけたら、店長へ知らせてください。怖ー！じゃあ私の隣にいるこの子は誰？怖ー！この人を探しています。これ目黒ちゃんだもんね。やめなさいよ！しかもなんか、よく見たら目黒ちゃんちょっと紫色だもんね。全体的に肌の色が。怖っ！ゾク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 ってきた。もうやだー、やりたくない。ねえ桐立さん、目黒さんなんだけど、今日どうして来なかったか聞いてない。うわー、隣にいるこの子は誰？怖っ、マジで。うわーうわー、青い変な人になっちゃった。怖いって。え、マジで怖い。やだやだやめて。目黒アスナちゃん15歳、身長148チビ、やめてください。本当に怖い、本当に怖い、本当に怖い。ネクストデイマート店でのアルバイトでの帰りに、これバーンって言うのやめろよ。バーンって出るなよ、お前バーンって出るなよ、バーンって出るなよ。メグ、あー、バーンって出なかった。目黒さん、昨日から家に帰ってなかったみたいなんだ。今日ご家族から捜索願いが出されたらしい。やめろこの BGM。 タン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 みたいな、耳に響くから。そんな。うわあ！なんかすっごい情報量多いよ。なんか唱えてるよ、呪文みたいな。店長なんで気づかないの、これ。なんで気づかないのか全然よくわかんないよ。店長目ある？目つぶってるもんな、お前よく見たら。何も見えてないの。うっさ、こいつら。呪文見てんの、うっせえな。でも、メグは、今、ここに。うわーい！何？怖っ！何の演出なの、今。なんで首を締めて、目に釘が刺さ、最低！え、あれ？私。メグと店長、守って私を。キルトさん、それ何持ってるの？なんかさ、キリタチさんの腕にさ、メグちゃんの手みたいのついてない？何持ってんの俺？怖、何持ってんのこれ？キモ？え？何これ、キモ？なんで持ってんだよ。わら人形持っちゃってる。生えたかってるし、くっさいわら人形持っちゃってる。何これ、どうして私こんなものを。これメグちゃん？それは想像しすぎか。落とし物ならお店で預かっておくけど。はい、お願いします。あの腕に青いのがついてんだよ。なんで気づかない？怖いな。メグが失踪した。わあ！俺と全く同じ顔してた今。驚いた、俺と全く同じ顔してたよ。次の部屋。もう汗だらだらお化け。どうしたもう。うわ、最低。なんか最悪。はあ、消えないな。なんて書いてんだろうこれ。ありがとう。わかんねえ。あ、店長。今日も残業してもらって悪いね。落書き消えた。怖い、もう。それが全然消えなくて。ちょっと待て。出てくんな、来んなよ。やめろ。万歳すな。店長、出てきてるよ店長。店長、気づいて。子供のいたずらかな。あの、この落書き、鏡の裏から書かれていませんか？怖っ！なんでわかんだよ、そんなこと。え、バカなこと言わないでよ。店長も乙女になっちゃった。
はやめてー。怖いよ。メグちゃんがいないか、店長の隣に。鏡の奥では怖いな。メグちゃんがおるもん。仕方ない、上から髪を折って目隠ししておいてよ。わかりました。なんか店長を安心するからどこにも行かないでって言おうとしたのに、店長がいなくなっちゃった。もう、はあ、何、何の音、なんかさ、なんかさ、ドアをさ、ドアをさ叩く。わあ、やだ。何、なんかメグちゃんがい、わあ、上向いてる。何、いっぱい書かれちゃった。鏡最低、最悪の塊。あの、もし鏡の裏から書かれ、書いてあるような感じだった。なんでわかるのそれが。お前は超人か。手すけてって、それはもう助けてなんだよ。なんで切れてんの俺。よく読めたね。しかも助け、お前なんで手すけてって読めて、声に出して読むと助けてって聞こえるんだよね。そうだよ、多分なんかすっごいことになってる。鏡の奥の部屋がとんでもねえことだ。やめなさいって、その演出やめてって言ってるじゃん。誰、やめてって、出てくん、出てくんな、お前はやめろ。うわもう最低、音がきしょいんすわ。うんこもみもみしてるみたいな。誰ですか、誰、やめてよ。うわっ、ささやくなよ。え、なんか吐息が、吐息聞こえる、吐息、耳元で吐息聞こえる。勘違いしたツイキャス主みたいになってる。また停電、ライト、わ、これバンってきそう、バンってきそう。みんなみんなバンってくるよこれ。全然バンじゃない、スンってきた。ブレーカーが落ちたの、ね、やめてこの吐息、やめてこれ。なんかささやき系勘違いツイキャス主みたいな声聞こえるって、やめてこれ。最低なんですけど、なんで気づかない、誰これ。そして目黒ちゃんじゃねえし、村、吉、吉村さん。うわっ、助けてやばい、なんか、なんか俺強い、俺の情緒が強い。キャッ、すごい、叫ぶ時だけ乙女だね君たちさん。何、向けよう。何、やめて、え、な、なんて、ん、それメグの話、怖っ。もう何、何後ろ向いたの、え、うわ、絶対メグが来てるし。何この吐息、ハーハー言うなよずっと。誰が言ってんのこのハーハー。もしかしてメグが来てるんですか。なんでお前も普通な感じで話してるな、この人と。お前、ひゃ、むいきゃ、え、悪い。何？ね、わかんねえや。あ、ありがとうございます。なんでよく会話できてるね、お前。普通に会話すなよ、ほんで。よくあっ、うわぁ！口開けんな。もう、あの人。外国の人だったのかな。鈍感。素晴らしいほどの鈍感。バカだ。バカか鈍感の二択。どっちなんだろう。言葉が聞き取れなかった。なんで怪しまないの。ここはどこ、なんかすごいねお前ね。でも名刺に吉村って。店長、店長、あれ店長、待って待って、あ、これあれだ、俺が鏡の中の世界に来ちゃってるんだ。なるほどね。あ、で、メグちゃんがこっちの世界に連れ去られちゃったんだ。どなたですか？すいませんね。お邪魔します。すいません。目に釘が刺さってますよ。寝た方がいいと思います。すいません。よろしくお願いします。怖い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 ！特徴的なヒゲ。もう、やめてください。搬入口って逆だもんね。文字が。鏡の中の世界だ。え、なんか割れてるし、招き猫の像が。
まあ、これお札と塩があったとこだ。塩はある、ちゃんと。やっぱ塩は触れられないんだ。何、何の音、カリカリしてる。猫、猫なの。猫であって、猫みたいな人間。正解は猫みたいな人間。メグちゃんじゃん、これ。メグ、そこにいるの。メグちゃんがなんか頭のおかしいことになってるよ。メグちゃんやめて、もうやめて、メグちゃん、もうダメ。あ、開けるよ。開けちゃダメだし。何、守ってくれてる白玉が、白玉が守ってくれてないか。え、何、連れ去られちゃった。え、キリタチさん、あ、白玉が守ってくれたんだ、キリタチさんを。ありがてえ、白玉。怖かった、マジで。あの通路、あれ、店長は、店長は、なんでキリタチさんのとこだけ鏡ついてんの。こわーっ、せーの、ぴゃーい。なに、怖いよーい。怖いなー、もう。メグちゃんのとこだけ青い。鏡あったか、そこ。え、いや、お前なんか怖いよ。なんでお前動じないの。微動だにしない。わーい、鏡も見ない。微動だにしない、キリタチさん。最強の人間だ。うわっ、怖っ、微動だにしない。だってさ、キリタチさん、もうここまで来たらキリタチさんが怖い。キリタチさんが一番怖い。もうすごい怖い。ロッカーの中、キリタチさん、メグ、キリタ、そこにいるの。いるよ、多分。メグさんね、怖いよ、メグさん、そこ開けたらダメじゃん。むいげ悪い。なんて書いてあるの、これ。身代わり？わかんねえ。え？笑うな、BGM。手に取るな、それを。鏡になんか映る。これどうしてここに。メグちゃんじゃない、これ。鏡に映るの怖いな、本当に。身代わり、これさっき吉村さんが言っていた言葉。おむえ、鏡むいげわれ。わあ、むいげわれ。身代わりじゃないの、だから。これメグが私に渡そうとしているの。本当に怖い。でもメグはどうしていないの。怖いよ、鏡が出てきちゃってる。チュースちゃうんじゃない、これ。あ、すっごい。あ、あ、あ、やだやだやだよ、やだよ。あ、チュースしちゃうよ、チュースしちゃう。これファーストキス取られちゃう。せーなん、ぴょーい、やばい。なに、怖い怖い。バンってやめろよ。バンって絶対すんなよ。バンってすんなよ、お前。絶対にバンってすんなよ。すげーのーへー。じゃあせんげんでんや。なんて書いてた、今。お、普通のスーパーになった。よかった、助かる。メグはこのスーパーのどこかにいる気がする。昨日のパートさんにもう一度聞きたいけど、誰に聞いても今は働いてないって。この人じゃん。吉村舞さん、38歳女性。わあ、パート勤務中に消息不明になっております。もうおかしいもんね、勤務中に消息不明は。昨日の人、確かにこの人だった。わあ、やめろ、そのバーンってやんの。名札にあった吉村って、行方不明になった吉村舞さんなの。わっ、もうやめろ、そのバーンって出すの。怖いから、もう俺もうこの後一人でトイレ行けない。22歳、一人でトイレに行けない。どうして
この人がメグの名刺を持っていた。もう一度探してみよう。はい。うわ、今日は売り切れてない。うわぁ、なになになに、俺じゃあどこから見てんの、こういう桐たちさんを。美味しいビスケット売り切れてない。誰これは。目に釘が刺さってる。おじいちゃんにも釘が刺さ、ほらすごい特徴的なヒゲ。あ、こんにちは、すいません、なんか書いてるな。ピャヌパンのとこにピャヌって書くな。ヤキーム、なんかそれ身内ネタみたいな落書きすなよ。うわ、もう最悪。わーい、異界に入っちゃった。もうこの感じ、え、鏡の中入っちゃったんじゃないこれ。ほらおかしいもん。キャッバーンってすなよ。また停電。ライトバーンってすなよ。バーンってだけはやめろよ。わーい大発祥。大変、ブレーカーが落ちたの。まただ勘違いした自称イケボスイキャス主。やめろこのハーハー、最悪このハーハー。あれ、普通の人じゃないこれ。え、ちょっと店員さん、どうなってんだよこれ。か、確認してきますのでお待ちください。お前今舌打ちをしたな、このゴミが。お前に舌打ちする、ベオーってやるな。ベトベトみたいな、ベトベトみたいな鳴き声のやついたぞ今。ベオーつって、何、人間が消えていきます。こんにちは。あ、消えちゃったことに驚いてないこれ。あ、もう全員連れ去られちゃったんじゃないこれ。あれ、どういうこと、意味わかんない。もうなんかクソ怖えやクソ怖えや、最悪だこれ。どこなんだよここは。よ、あ、もうなんかクソ怖えや、みんななんか情報量がクソ多くてクソ怖えや、最悪。ラジオクソまくってるし、クソゴミ多いし、クソだらけだ。もう最悪。この人を探しています。何これ、イミヨじゃないこれ。タイトルのイミヨみたいな書いてたよね。次の日イミヨのなんちゃらみたいな。やめてよもう。よく進めるねお前、平然と。何、すごい反対になってるから鏡の中の世界だ。あっ、なんだ、あ、メグ、メグちゃんだ。しかも普通のメグちゃん。メグちゃんがおかしいわ。普通のメグちゃんだと思った俺が間違ってた。一瞬でも普通のメグちゃんだなって思った俺がバカでした。全然おかしいわこのメグちゃん。なんか意味わかん、なんだこれ、なんか壊れかけのブランコみたいになってる。メグ探したんだよ。なんでお前もお前でなんか気づかないの、様子がおかしいことに。何無視すな。幽霊だとしても、ああすごい、幽霊になっても甘えん坊。え、メグ指さしてる。休憩室に行くの。なんで何も感じない。桐立さんがおかしい。え、今までどこにいたの。なんかメグもビビってるでしょ桐立さんに。なんでこの人こんな驚かないのみたいなもっと驚いてよみたいな思ってると思うんだけどな。捜索願いも出されていたんだよ。いや、鏡多すぎ。鏡ぜ、ねえメグ、鏡多すぎなことに気づけ。なんで笑ってるの。笑ってるんだ。笑っちゃいけないけど。最悪、クソ怖え。この鏡がいっちゃ怖え。わあ、店長目見開いちゃってる。デメキンみたいになっちゃってる。ゲルタさん、店長、お店が停電して。お、
それどころじゃないんだよ。この場所にいちゃいけない。え、でもメグが。あ、店長。メグラさん、まさかあの子がここに呼び寄せたのか。で、店長、メグはここに。なんか店長正常っぽいな。なんか幽霊じゃないな、この店長。目見開いてるけど。うわぁ、うわぁ、出してくれ。いや、おかしくなっちゃった、店長。なんなの。正常な店長かと思ったらおかしい店長でした。行こう、メグ。お店の電気つけに行かなくちゃ。つけに行こうね。鏡が怖いからね、気をつけてね。うん、はい、何もありませんでした。鏡、何の音、また引っかいてる。誰が引っかいてんのこれ。誰これ。カミナロおばさん、やめなさい声出すの。怖いよ、だいぶ怖いよ。わーいわーい。なんか驚いてる人みたいになっちゃってるから、俺が。怖い、いきなりバーンってきて驚いてる人みたいになっちゃってる。何？え、ま、待って、先に行っちゃったの、メグちゃん。あ、もう、なんで気づかないかな。キリタチさん、キリタチさんがおかしいって。守ってくれるんじゃない、また白玉が。何、白玉、やばい。キリタチさんが危ない。白玉、あら怖いね、これまた。何、メグちゃんがなんかすごいことになってる。光ってるよ、メグちゃんが。せーぬぴょい。どうしたの？この人形、メグが私に渡そうとしていたんでしょう。私、メグともっと話がしたいの。ここ、開けるよ。やめて！開けちゃダメ！キリタチさん！わあ、何？混じり合うとき、融合召喚。どういうこと？あれ？メグちゃん？あ、どういうこと？なんだ？ん？せーぷーわぁ、何？白玉壊れた。言葉が戻った。戻ってない、全然戻ってない、むしろ悪化してる。何？なんか、何？急にそんな叫ばなくてもよくない？おい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 、なんかチェーンソーマン1話の冒頭みたいなことやめろよ。メグ、メグ、ここの左行ってドアがあって、そこで目合わせたら夢覚めるみたいなチェーンソーマンの始まり方やめろよ。どこにいるの？わー、それだけはやめろっつったろ。バーンだけはやめろっつったろ。つくのへたすぐのへ。まだあるの？え、まだあるんだ。はあ、え、キリタチさん、キリタチさんが。早くここから出ないと。キリタチさんがやばいことになっちゃった。あ、目に釘が刺さっちゃってるもん。なんで光が怖い。何？早く出る方法を見つけなきゃ。もうやだ、見つけたくないです。何これ、キリタチさんもそろそろ気づいてきたんじゃない？なんだ、イミオの言葉には規則性がある。 A イコール A。 何言葉をローマ字で書き、アルファベットに蒸気の死因イコール AZ のひらがなを当てはめ、Z
母音イコールあゆえを組み合わせて言語化しているようだ。店長なんか急に難しくなってきちゃった。まあなんかよくわかんねえけど、まあいけるかまあいけるっしょ。わあ、なんかおるって。助けてイコール手助けて、霧たちイコール経類手あひ、メグイコールヘゲウ、それだけはわからない。なんか組み合わせるんだな、ちっちゃい文字とでっかい文字を組み合わせて発音。怖いよー。何、そろそろ出してくれてもよくない、霧たちさんを。もう結構な地獄にあってるよ、霧たちさんは。何か頭抱えてるよ。店長じゃないかこれ。店長どうしたの。店長、キリタチさん、そこにいるの。うわー、何、どうしたの店長、目がおかしいよ。ああ店長、両目を、私も片目を潰されました。傷が痛い。医薬品売り場から何か持ってきます、待っててください。なぜこんな冷静なんだ霧立さん。霧立さんがすごすぎる。霧立さんも片目やられてんのに全然微動だにしてない。霧立さんが強すぎないか、無敵の女。何、しがみつかないで。セクハラ、このセクハラじじい。霧立さん、ひとりにしないで連れていてくれ。しっかり捕まっていてください。霧たちさんがすごい。霧たちさんの背中がでかい。行方不明になった人たちはこの世界に閉じ込められていたんだ。正常なんだね心は。店長、スーパーと似ているのに出口がないんだ。どこにも。まだ生きていた人たちはネズミや生ゴミを食べていた。怖っ。そして死んだら、うわ、ネズミ食ってる。怖っ。死んだら怖い。溜めるな、そこ。鏡が怖い。何、え、なんでメグは普通の世界にいるんだ今。メグの声が。メグラさん、きっと彼女が僕らを呼び寄せたんだ。探さなきゃ。なんでメグちゃんが元凶みたいになってるんだ店長の中で。メグちゃんも被害者なんじゃないの。うわ、俺、モデルの俺が怖いよ。モデルの俺の目にネギじゃねえネジがたくさん刺さってる。最悪。もう早く出して俺をここから。怖いよ、全然怖いよ。わー、店長がおかしくなっちゃった。何もよくわかんねーなってて。えって、あ、もうおかしくなっちゃった店長。やべーよ、やおかしくなっちゃった店長がおかしくなっちゃった。店長がもう、なんかおか…あー、店長消えた。店長、あ、言葉がおかしい言葉がおかしいわ、店長。店長、しっかり。キレタさん、何、向こうに明るい世界が見えるんだ。え、もう闇しか見えないのに見えるんだ。何があるかわからないが、君だけでも言ってくれ。はい、明るい世界。店長、ここで待っていてください。頼もしい。霧立ちさんしか勝たんじゃん。わーい、すごい。あー、店長が飲み込まれちゃった。ムエスイケイテイヒャイ、
け。生がね。生がねえや、もう。なんかよくわかんねえや、文字が。さっき読んで説明してくれたのに、店長が。全然よくわかんねえや。怖いよ。現世。現世。現世だ。現世。ここから帰れる。ちょっと感情が出てきた。霧立さん、霧立さん、珍しく感情が出た。初めて感情を表した霧立さんが。あれ、現世とは、なんかおかしくない？なんか鏡が多いです。窓まぎの世界みたいになってる。わー、やめて。なに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 、無双モード始まった。無双タイム。わあ、怖っ。よ、吉村さん、吉村舞さん、なに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 、ついてくるついてくる、吉村さんがついてくる。おめえは人間割り。馬おめえ。俺アテレコ馬。身代わりって、身代わりでしょ。なに、この人形メグが私に渡そうとしていたんでしょ。身代わり？何？私が誰の？メグの身代わり。うわ！心配。全員頭おかしいやし。怖！首コンコンしてる。そんな。どういうこと？メグちゃんが悪いやつだったってこと？全然よくわかんないや。助けて。あ、助けてが反対になってたんだ。キリタチ先輩。ほんとだ。呼び寄せてるわ、キリタチ先輩。怖ー！なんかやめなさいよ、そういうことをするの。わー！やめてって、もう。そういう。バーンってくる。もう慣れたけど、その顔には。何これは？何？ああ、これあれね。ごめんなさい先輩、ごめんなさい。え、これ何？メグが悪いやつだったの？どういうこと？メグも被害に遭ってるじゃん。でも、わっ、行きましょう先輩。いろいろな走馬灯が。メグが私を身代わりになった。俺もおかしくなっちゃった。メグが私を身代わりになって、そんなはずない。どっちなんだろう。俺もよくわかんない。メグがいいやつなのか悪いやつなのか、俺もよく。何？ね、先輩、一緒に帰ろう。なんだ、メグだけの走馬灯が。そんなはず。メグが私を。そんなメグと知り合って全然浅いだろお前。ああ、やめろその声。なんかねえ、もっとメグよりもっと大切な人がいるはずなんだけどな、家族とか。何？なんだ？メグ？メグちゃんじゃない？この感じ。ゴミだまりの先になんと行き止まり。ああ、終わった。霧立さん、君終わったよ。ああ、クソ声や。現世って、鏡にしか映ってないじゃない。こんな、怪我をさせられて、不衛生な場所で。お前、怪我で済ませられてんだね、その目つぶされたこと。生きられるわけない。わっ！意味をに、ね、残せて、もう、永遠の闇。何？人生に戻せて、もう、永遠の闇。怖い！すごい！やめて！霧立さんだけはやめて！霧立さんだけはやめて！闇の、やめて。霧立さんだけはやめて。ああ、もうくすぐる。
い音が。音が最悪の音してるもん。あっ、ああなに、あメグちゃんとほぼ一緒の叫び声。家族じゃん。メグちゃんだった。キリタチさんは何？先輩助けて。え、どういうこと？現世に戻っても永遠の闇つってたよね。これメグちゃん戻ってても戻っても闇なんだ。何？私たちはここに生きています。おお、読めた。読めちゃった。スタッフ、ゲームマガジン、読めた。マジか。え、なんか読めるようになっちゃった。ミュージック&サウンド。うお、もうローマ字まで読めるようになっちゃった。いや違う、これ普通なんだよ。ここはなんかあれだね、一人の実況って寂しいね。だってこんな分かりやすいボケしても誰も突っ込んでくんないだもん。ありがとうございます、皆さん関わっていただいた方、ありがとうございます。でもね、あのね、怖いからやめましょう。怖いからやめませんか。ねえ、なんか最後にバーンって出てくる気がする。絶対出てくる。最悪なんだけど。もうやだ、絶対最後バーン来るじゃん。やめてー、絶対に嫌だ。やだ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 、絶対やだ、絶対やだ。なんかあげます、なんかお金あげますから、お金あげるから絶対に待って。ほらー、そんなに怖くない、そんなに怖くなかった、別に。え、はい、シェア。なに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 、なにこれ。え、どういうこと？もうなんかバンってくる、バンってくる、絶対にバンってくる。これはホラー。なんか目が赤いわ。私の声が聞こえますか？問いかけてくんな俺に。うすみんです、とえけかえだ前にけ、なに、牛三つ時、鏡の前に来て。全部読める。全然わかる。ねえ、怖い、その顔。やめて。あ、やめてくれた。いい人だったね、キリタチさん。ねえ、なんて言った今。牛滅時に鏡の前に来て。怖っ。行くもんか。絶対に行くもんか。俺は、この後、友達と通話しながら布団にこもる。決めた。クソ怖えや。え？まだなんかあるー！え、ちょっと待って待って待って。え、待って。何？出そうか。よい。ね、この時計のさ、時間、今じゃね？ね、時計の時間今なんだけど。クソ怖えや。え、どういうこと？まだなんかあるの？これ。え、なにこれ？なんかとんでもないことになってるわ。え、なんかまだあるんだけど。え？なんもなかった。